日本語能力試験懲戒 N1 問題1では始めます1番大学のダンスクラブで部長と女の学生が話しています女の学生はこの後まず何をしなければなりませんか 中野さん、毎年行ってるダンスの発表会なんだけど、今まで大学から出てた運営費の補助金が来年から出なくなるんだって。え、そうなんですか。今はスポンサーとして地元の会社が2社協力してくれてますけど、会場代とか考えると新しいスポンサーを探す必要がありますね。うん。それについては他のメンバーがもう動いてくれてるんだ。でも、それだけじゃ足りないから、 新しい方法での資金調達も考えないといけないんだけど、今やろうと思ってるのは、これまで無料だった入場券を有料にすることと、大学校内で寄付を募ること。はい。あと、ウェブで一般の人から寄付を集められる資金調達サイトっていうのがあるんだけど、それを利用しようと思ってるんだ。へえ。大学での寄付は何かキャンペーンをして集めるのが良さそうですね。そうだね。どんなキャンペーンをするかは次のミーティングで話し合おう。 問題は入場券だね。今までは無料だったからな。はい。悪いんだけど、他の大学のイベントの例とか参考にして、これぐらいがいいんじゃないかっていう額を次のミーティングで出してもらえるかな。みんなで検討できるように。資金調達サイトは利用方法を詳しく調べておくよ。わかりました。女の学生は、この後、 まず、何をしなければなりませんか。二番。市役所の市民課で、女の人と市の職員が話しています。女の人は、この後。 どの順で回りますかすみません先日こちらの南市に越してきたので転入届を出したいんですが提出は市民課でいいんですよねこれ書いてきたんですけどはい、受けたまわりますあの、健康保険の手続きも必要だって聞いたのでそれもお願いしますあ、それから運転免許証に載ってる住所も今日変更してもらいたいんですが はい、健康保険の手続きは保険課でお願いします運転免許証の記載事項変更は警察署の管轄です市役所のすぐ隣の建物が警察署です警察署で手続きをされる際に新しい住所が証明できるもの例えば公共料金の領収書や消印付きの郵便物が必要になりますが今お持ちですかい,いえ持ってませんでしたら発行手数料はかかりますが 住民票の写しでも証明できます。こちらで発行できますよ。じゃあお願いします。ではご用意ができましたら番号でお呼びしますので隣の交付窓口にお越しください。お客様の番号は二十二番です。ただ今ちょっと混み合っていまして二三十分はかかるかと。その間に保険課で健康保険のお手続きをどうぞ。十分もかからないと思いますから。わかりました。そうします。

何をしなければなりませんかえー、この課ではここ数年残業時間の増加が問題になっており、これまで仕事の効率化を図るため、皆さんには様々な取り組みをしてもらってきました。しかしそれも限界があると判断し、来年度から新たに事務スタッフを雇うことにしました。それに伴い事務スタッフに委託する業務を決める必要があります。 皆さんは今各係で行っている業務を洗い出し、その内容を過剰書きしたものを提出してください。それを踏まえて、私の方で委託する業務の案を練ります。記入フォームはこの後メールで送ります。各係の係長は、この後何をしなければなりませんか 4番洋服店で男の店員と店長が話しています男の店員はこの後まず何をしますか店長さっき店開けたばかりなのに外の行列どんどん長くなってますよ新人アイドルの夢の光がデザインした T シャツこの勢いじゃすぐ売り切れてしまいます一人一枚ってことにはなってますがそう予想以上ねじゃあ 県内の他の店舗に連絡して、在庫に余裕があるところ探してみてくれるうちの他にも3店舗あるでしょそう思って、さっき問い合わせてみたんですが、どこも同じ状況だそうです。へえ、夢の光る恐るべし。とりあえず、近隣から苦情が出るといけないから、大谷君は道路に出て、お客様の列の整理にあたって。通行の邪魔にならないようにね。はい。あ、外に出る前に、 他のスタッフ、誰でもいいから、在庫の数を確認するよう頼んでくれる確認でき次第、すぐ私に報告するよう伝えて。在庫数が分かったら、大谷くんにも携帯で知らせるから、列の先頭からお客様の数を数えて、商品が行き届かないかもしれない方には、その旨伝えてくれるかなこういうのは、できるだけ早く伝えておいた方がいいから。はい。あ、そうだ。今日お渡しできないお客様には、 次の入荷予定日を知らせておいた方がいいわね。本社に問い合わせて、入荷までに何日かかるか聞いておくわ。後で在庫数の連絡するとき、一緒に言うから、今日渡せない方に伝えてね。わかりました。とにかく、近所から苦情が出ないよう、整理の方をしっかりお願い。男の店員は、この後、 まず何をしますか ?5 番大学で女の学生と先生が話しています。女の学生はこの後まず何をしますか 先生先日提出した卒業論文の原稿を見ていただけましたかああテレビや動画が乳幼児の心身に与える影響っていうテーマのだねよく書けてたよありがとうございますただちょっと気になる点があったんだ論文の冒頭ではテーマを明示してそのテーマを扱う目的や意義を述べるってことは前に話したよねはいですので冒頭で関連する先行研究を紹介し これまで乳幼児にスポットを当てた研究が少ないということを書きました。あと、調査方法についても触れたんですが、不要でしたかいや、その点は簡潔にまとめられてたんだけどね。ただ、なぜ今回中島さんが乳幼児を対象に研究をしようと思ったかっていう部分が弱いんだよね。これまで十分に行われていない研究だからってことは書いてあったけど、それだけじゃないよね。ああ。ほら、前に話してくれたでしょ。 喫茶店で親が小さな子に携帯で動画を見せてほったらかしにしている様子を見て問題がないのか疑問に思ったって。そのあたりのことを書くと読み手の興味を引くことができると思うよ。わかりました。あと、論文全体の構成について冒頭で簡単に説明してあったのはよかったよ。読み手が全体の流れをイメージできるようになるからね。はい。 女の学生はこのあとまず何をしますか問題2では始めます 一番デザインの会社で男の後輩と女の先輩が話しています。女の先輩はデザインのアイディアが出ないときいつもどういう方法を取ると言っていますか？ああ、今週中にデザインの案提出しなきゃいけないんですけど、さっぱりアイディアがわかなくて。 こういう時いつもどうされてますか昨日は一日仕事のこと何も考えないと思って家中掃除したりしてみたんですが結局もやもやしてアイデアが出ない限りリラックスなんかできないもんね散歩とか体操とかして適度に体を動かすとアイデア湧くっていう人もいるけど私は正面から向き合って片っ端から関連する文献に当たっていくそうするとねヒントや刺激が得られるの徹底的にやるんですね あ課長にも同じこと聞いたんですけど前にアイデアが出ない時仕事と関係ない友人と会って自分のやってるデザインの話をしたらいろいろ質問されてそこからアイデアが生まれたって言ってました友達とと話すと気分転換にもなるだろうしねええー、だけど僕は先輩のやり方にすごく共感しましまた僕もそうしてみます。 女の先輩はデザインのアイデアが出ないときいつもどういう方法を取ると言っていますか二番大学で女の学生と男の学生が話しています 二人は夏休みにどんなボランティアを一緒にすることにしましたか山田くん、夏休みにボランティアしたいって言ってたでしょ何するかもう決めたまだ全然。何かお年寄りのお役に立てるのがいいんだけど。ねえ、私、週末に高齢者の介護施設で散歩を補助するボランティアやってて、そこの施設が演奏会を開いてくれるボランティア探してるんだけど、 一緒にどうかな楽器は苦手で、それは音楽サークルの人に聞いてみたら僕は直接人と関わる活動の方がいいんだよね。最近は一人暮らしのお年寄りが増えてるから、お宅を訪問して家事を手伝うっていうのが需要が高いらしいんだ。それ、私やろうと思って、こないだ市のボランティアセンターに問い合わせてみたの。そしたら、それは夏の間は間に合ってるって。で、 もしよければ、一人暮らしのお年寄りが集まって交流できるような会を、学生仲間と企画してやってくれないかって言われたんだ。料理とか、体操とか、あと楽器とか。あ、苦手だったっけでもこっちは演奏できなくてもいいよね。いいね、それやろう。わかった。じゃあ、二人で一緒にやるって、ボランティアセンターに伝えておくね。二人は、 夏休みにどんなボランティアを一緒にすることにしましたか三番橋の上で女の学生と男の学生が話していますこの橋が 江戸橋と呼ばれているのはどうしてですかこの橋江戸橋って言うんだよこの地域東京じゃないし昔も江戸って呼ばれる地域じゃなかったのにそう名付けられたのなんでかわかるそうだな江戸へ行くときこの橋を渡るから正解と言いたいとこだけど 江戸時代にはまだここに橋かかってなかったんだよねそれじゃあこの辺りが江戸幕府にゆかりのある土地で後の時代に作られたけど江戸って名付けられたのかなはずれ作られたのは大正時代有名な設計師が設計してその名が江戸渡るさんじゃあさっき僕が言った江戸へ行く時渡るって答えもまんざら遠くないんじゃないえー、それだじゃれこの橋レトロで情緒あるでしょ それでもうすぐ公開される「江戸物語」っていう映画の舞台に使われてるんだってきっとこれから人気が出るねこの橋が江戸橋と呼ばれているのはどうしてですか 4番テレビでレポーターがスーパーの社長にインタビューしていますこのスーパーがパートタイム従業員の待遇改善のためにすでに行ったことは何ですか今日はスーパー松田の松田社長にお話を伺います a、えー、パートタイム従業員の雇用に対し 政府は待遇改善を促していますが、スーパーマツダではどのような対応をされているのでしょうかはい。政府からの要請を受け、基本賃金を引き上げる企業が出てきていますが、私どももその一つで、先月からその実施に踏み切りました。うちは多くのパート従業員によって支えられていますので、長く安定的に働いていただけるよう、まず第一にということで。 ボーナスの支給も近々実現できればと考えています。それから、スキルアップを目指す方には、食品管理、販売などの資格取得にかかる費用を負担することも検討していきたいと。なるほど。政府は正規社員への転換も推進していますが。はい。えー、それに関しましても、経験や実績に応じて、正社員に転換する制度を導入しようと、前向きに検討しているところです。 このスーパーがパートタイム従業員の待遇改善のためにすでに行ったことは何ですか ?5 番会社で女の人と男の人が 新入社員研修の内容について話しています。女の人は、どんな新しい企画を提案することにしましたかジョンさん、私、今度人事課で新入社員研修を担当することになったんだけど、今年は新しい企画を盛り込みたいと思って。ジョンさん、去年研修受けたでしょどうだったあ、はい。 会社が経営理念や接客を教育するのって僕の国にはないから新鮮でした。そうなんだ。中でも電話応対のロールプレイは実践的で、ああいうのいいですね。部署に配属されてすぐ役に立ちました。よかった。ねえ、社長の経営理念の講義はどうだった毎年退屈そうにしている人がいるみたいで。ああ、はい。あの、クイズで知るビジネスマナーっていう研修ありますよね。 あれすごく盛り上がって記憶にも残ったのであの形式を経営理念に応用したらどうかなと。あ、それ新鮮。社長がやってくださったらさらに盛り上がるかもしれませんね。それから同期仲間で好評だったのはコミュニケーションゲームです。チーム対抗で問題解決していく。はじめのうちはみんな意見がバラバラで大変だったんですけど解決に向けて一致団結できて。参加型のものが人気なんだね。よし。 それは引き続き研修の目玉として最終日にやることにしようジョンさんさっきの案人事課で提案させてもらうね今年は外国人の新入社員が多いからジョンさんの意見参考になるありがとう女の人はどんな新しい企画を提案することにしましたか 6番教員を養成するための教育心理学の講義で先生が話しています。この講義の次回のテーマは何ですか次回のテーマです。今日の講義はここまでです。今日は認知心理学の研究について外観しましたが、次回は最新の認知心理学の研究成果をもとに 人がどのように文章を理解しているのかを見ていきます。例えば皆さんは、ある文章を読んで、自分ではわかったと思っていたのに、後で誰かに質問されて答えられなかったという経験はありませんかわかったつもりという状態です。なぜこういうことが起きるのか、こうしたことも文章理解の認知過程を学ぶことで明らかになります。読解教育への応用にもつながることでしょう。 この講義の次回のテーマは何ですか問題3では始めます。 一番テレビで緑市の職員が話しています。緑市ではここ数年、伝統的な建築技法で作られた古い民家を購入したり、借りたりする人が急増しています。家の外観や構造を維持しつつ、中を改築して住居や店舗などにするんですね。古い建築物には独特な味がありますし、放置されていた空き家が再生することで、 防犯上の不安も解消されます。また将来的にはそのような民家が多い地域で昔の街並みを復元し、それを観光資源として街を活性化させることも検討しています。改築にはそれなりに手間もかかりますが、それを上回るものがあると言えそうです。市の職員は 何について話していますか 1, ?1 古い民家を改築しないで保存する意義 2, 2古い民家の住みやすさ3古い民家を再利用するメリット4古い民家を再生することの難しさ 2番？2> 電話で女の人と男の人が話しています。はい、青空自動車の伊藤です。もしもしいつもお世話になっております。太陽製作所の渡辺です。あ、渡辺さんお世話になっております。昨日ご注文いただきました部品の納期と価格の件でご連絡しました。実は、このところの原材料や原油価格の高騰で部品の生産が難航していまして。 大変申し訳ありませんが、今月中旬という納期のご希望にはお答えできそうにないんですが。そうですか。ただ、めどは立ちつつありますので、今月末にはお届けできそうです。それから、取引価格の値引きのご要望ですが。はい。こちらも、原材料費が値上がりしているため、大変厳しい状況ではございますが、納期の件、ご了承いただけましたら、ご希望通りお取引させていただきます。わかりました。 では、社内で検討して、後ほどご連絡いたします。男の人は、部品の納期と価格について、何と言っていますか ?1、納期も価格も希望に応えられる。二、納期も価格も希望に応えられない。 三、納期だけ希望に応えられる。四、価格だけ希望に応えられる。三番、ラジオで女の人が話しています。 日本では古くからツバメが低く飛ぶと雨が降ると言われてきました。今でこそこれは科学的に明らかになっていますが、あ、つまり雨雲が近づき湿度が上がるとツバメの餌となるハムシが高く飛べなくなるためなんですね。でもまだ気象学もない時代に目の前の自然現象から一定の法則を見出す当時の人の力には感心させられます。 昔は天候や天気が人に及ぼす影響が今より大きかったことも理由なのでしょうが、かすかな変調から真実を発見する能力の高さは現代の私たちとは大違いですね。女の人が伝えたいことは何ですか ?1 気象学の進歩の速さ 二、<に>昔の人の観察力の鋭さ。三、気候や天気が生物に与える影響。四、言い伝えを検証することの大切さ。 4番。大学で先生が話しています。昆虫の中には、例えば蝶や蜂、セミなど、幼虫の頃と成長した後で、その形態が大きく異なるものがいます。これらの昆虫は、幼虫の時は、くびれのない長い胴体に短い足といった、原始的で単純な外見をしているのですが、 これは成長するための栄養を体内にできるだけ多く取り込み、蓄えるのにとても適した形なのです。しかし、一旦成長し生殖能力が備わると、今度は繁殖が生存の目的となるため、後輩相手を有利に探せるよう、より広い範囲を移動することができる羽を手に入れるというわけです。 先生の話のテーマは何ですか 1, ?1 昆虫の種類による移動範囲の違い 2, 2昆虫の成長に必要な栄養3昆虫の繁殖の仕方4昆虫の形の変化とその理由 5番新入社員の研修会で講師が話しています。小売店の多くでは客が店の中をどのように歩くかを意識して店内のレイアウトを決めています。例えばスーパーの多くでは客に店内を一周歩かせるために入り口から壁沿いにぐるっと購買率が高い食品を陳列しています。そうすることで客は自然と長い距離を歩くことになり、 目的以外の商品も目にしたり手に取ったりする機会が増え、それが購入の促進につながるのです。これはスーパーに限ったことではなく、えー、例えば家電販売店でも同様のことが言えますが、家電販売店の場合はスーパーとは多少異なり、客の関心が高い商品を店の入り口から遠い奥に置くことで、売り上げアップを図っているところが多く見受けられます。 講師の話のテーマは何ですか 1, ?1 収益を上げるための商品の配置 2, 2買い物をしやすくするための店の工夫3購買率が高い商品の見分け方4 スーパーと家電販売店の接客の違い問題4では始めます。 1一番。私、コンテストに自分の作品を応募したんだ。結果が待ち遠しいな。1。それで、結果はどうだったの ?2。2> 諦めなくてもいいのに。3>, 3。なんだか自信ありそうだね。 2番、先日は結構なものを頂戴しまして。1、1> あちらは差し上げたんですよ。2>, 2、い,いえ、気に入っていただけたらいいんですが。3、え、何をなさったんですか 3番うちの息子大学卒業したんですけど仕事を探そうともしないんですよ1何か他にやりたいことがあるんじゃないですか 2, 2息子さん仕事が本当にお好きなんですね 3, 3うーん、就職したくてもできないなんて 4番。キムさん、この共同研究はキムさんの緻密な分析なくしては成り立たなかったよ。1。1> 次は分析ちゃんとやるから。2>, 2。え、なくしてしまったの ?3。こっちこそいろいろ助けてもらって。 5番。前田さん、こんなとこにカバン置いたらつまずいちゃうじゃない。1。すみません、邪魔になんないとこに移します。2。2> いえ、大したカバンじゃありませんから。3>, 3。忘れないよう気をつけるので大丈夫です。 6番昨日の議事録課長が今日中に出せって昨日言っといて欲しかったよ。1, 1昨日言われたんだから仕方ないよ。2, 2どうして私が課長に言うの ?3 急に言われてもね。 7番。バイト先から勤務時間増やすよう頼まれて、今人で足りないから断るに断れないんだ。1。無理ならちゃんと行った方がいいよ。2。2> え断ったのに増やされたの 3>, ?3。バイトできるだけたくさんしたいんだね。 8番今日大学院の面接試験受けてきた。かなり手応えあったよ。1, 1答えられない質問がかなりあったの ?2, 2うまくいったみたいでよかったじゃない。3それじゃあちょっと心配だよね。 9番この店の料理見た目もさることながら味も抜群ですねいいところを一つもありませんか目でも舌でも味わえますね 3> 3見た目だっていいじゃないですか 10番。さっき部長に聞いたんだけど、来年度は新入社員の採用を見合わせることになったんだって。1。1> え、何に合わせるの ?2。確かに面接で決めるべきだね。3>, 3。うーん、不景気の影響かな。 11番。お客様、お食事中すみません。こちらのテーブル、相席をお願いしてもよろしいでしょうか。1。後でもう一人来るんですけど。2。2> あ、席でお金を払うんですね。3>, 3。えっと、どのテーブルに移るんですか 問題51番大学の学生課で男の学生と職員が話していますすみません夏休みに短期のアルバイトをしたいと思ってるんですがはいどんなところが希望ですか僕留学経験があって英語が得意なのでその力が活かせるところがいいです卒業したら海外で事業を展開している会社に就職したいと思っているので そういう会社ならなおさらいいですが。あ、それから8月前半の2週間は都合が悪いので、それ以外でできるところを探しています。ちょっと調べてみますね。次の4つはどうですかまず、海外でも広く事業を展開している山下商社。期間は8月後半の2週間ですし、ちょうどいいですね。あ、業務内容は事務補助で、 外国語は不要となっていますが、そうですか。次は桜デパート。海外には進出していませんが、最近外国人のお客さんが急増しているようで、店内で英語の通訳を行う仕事です。期間は7月1日から9月末までのどこかで3週間。開始日は大相談と書いてありますね。それから国際文化センター。ここは、 主に日本文化を世界に向けて発信したり、交換留学プログラムを運営したりしている組織です。へえ<ー>。期間は7月中旬から下旬の2週間。仕事の内容は、ホームステイプログラムに関する事務作業とあります。あ、外国語ができなくても可能な業務と書かれてますね。最後は黒田工業。ここはおととし海外に進出したばかりで、 事業を拡充するための調査結果を英語で入力する仕事です。えー、っと、7月中旬から8月上旬の3週間続けて勤務できる人だそうです。うーん、どこも良さそうですね。留学生の支援は自分の留学経験が活かせていいと思うけど、やっぱり語学力が発揮できるところがいいです。日程が合わないところはどうしようもないし、 海外に進出してるかどうかっていうのは、そこまでこだわってるわけじゃないので、ここに申し込みます。ありがとうございました。男の学生は、どのアルバイトに申し込みますか ?1。山下商社。2。2> 桜デパート。三 国際文化センター4黒田工業 2>, 2番ショッピングセンターで店員がアナウンスをしています えー当店ではただいま大抽選会を開催しておりますお買い物1000円ごとに1枚応募カードを差し上げますので次の4つの景品からお好きなものを1つ選んでカードにご記入の上応募箱に入れてください1番は海の幸グルメセット取れたての魚介を漁港から直送します2番は有名洋菓子店黒崎の焼き菓子の詰め合わせ 人気でなかなか手に入らないお品です。3番はオペラ公演のご招待券。お好きな公演を選んで特別席でご鑑賞いただけます。4番は大型望遠鏡。これを機に天体観測はいかがでしょうか。1番は30名様。2番は25名様。3番は3名様。4番は1名様に当たります。詳しくは応募カードをご覧ください。 僕たち、さっきの食事で応募カード3枚もらったよ。ほら、これ。まずはそれぞれ好きなのを一つ選ばない斉藤さんは演劇好きだし、やっぱりチケットうん、特別席なんて座ったことないし、それも捨てがたいんだけど、私、甘いものに目がなくて、入手困難だって聞くと、ますます欲しくなっちゃうな。うーん、困ったな。どっちにしよう。野村くんは僕は、 最初星の観察をしてみたいなって思ったけど、一人にしか当たらないなんて確率低いよね。じゃあ、当選人数が一番多いのにしたらうん。でも、魚はそんなに好きじゃないから、その次に多いのにする。斎藤さんはどっちか決められないなら、2枚使って迷ってるの2つに応募すればいいよ。え、いいのありがとう。じゃあそうする。 質問一。男の人は何番の景品に応募しますか。質問二。女の人は何番の景品に応募しますか。